はい、也です。今日はですね「軍拡するなら出産しません」という,う謎のね、えー、プラカードの話をしてみたいと思うんですね、まあ、つい最近ですねツイッター上でこの表示というかプラカードを見たんですよねそこにはね「軍拡するなら出産しません」って書いてあるんですよ。でどういう人がこれ持ってるのかなっていうとおそらくですね「都教委法囲首都圏ネットワーク」 まあそういうい日教その OB が作ってるグループみたいですけどねそのグループの人たちがまあ戦争反対というか、えー、そういう気持ちでですねこれ首相官邸前でえ集会を開いた時のデモの写真だと思うんですけど、まあ、軍拡するなら出産しませんって書かれてるんですよねでこれなんか意味よくわからないじゃないですか軍拡と出産ってなん何の関係があるのかなって感じでしょ どういう意味なのかなと思って、ね、あの調べてみてたんですけども、えーまあ、これはです、ね、あの先ほど言った東京医法医首都圏ネットというグループが、えー、2月4日にです、ね、総決起集会を開くとで1時半からです、ねえー、日比谷図書文化館の地下ホールで、えー、池田健一さんという中央大学の教育学部の教授がまあ講演して。 まあ、学校から始まる会見と戦争教え子を再び戦場に送るなというね。まあ、どちらかというとこの左翼的な講演会があって、えーまあ、決起大会というか集会があるんですよね、まあ、あのこのグループの今回のスローガンはです、ね、日の丸君が代強制反対それから10.23通達処分撤回 「学校を真珠主義の実験場とするな」というようなスローガンを掲げているということで、まあ、あの特にまあ日の丸「君が代」というのは軍国主義につながるということなんでしょうね。10.23通達というのはこれは入学式と卒業式で、えー、国旗を形容してですね、まあ、日の丸を形容してまああの起立してですね、えー、みんなで「君が代」を歌いましょうと。 歌わせるぞということですかね、まあ、そういった決まりというか通達ですよねそれに反対するということですよね。でそのグループのプラカードにこの「軍拡するなら出産しません」という、まあ、文言が謎文言が書かれていたということで話題になっているわけですよね。まずその「軍拡するなら出産しません」ということ自体がよくつながりがよくわからないんですけれども一つねあのみんなが注目した ところというか、まあ揶揄していると言った方がいいのかな。えっと、まあそのプラカードを掲げている人たちは、いわゆる都教委法員首都圏ネットの人たちですから、もう、えー、日給をやめてね、まあ教員も退職した方々なんですよね。まあ非常に年配の女性が持っていたわけですけども。 えー、そもそもあの出産しませんって言ったってもう出産適齢期が多すぎてるじゃないですかと出産できない年齢じゃないですかと、まあ、そういうことで、えー、まあ揶揄している感じなんですよねあの、まあ、持ってる人たちの周りの人たちもそうだけどあのかなり年配者であるということで、えーまあ、そういう形で揶揄がね、えーまあ、飛び交ってるということなんですよね。ただねその揶揄を想定してるかどうか知りませんけどね その軍隔するのは出産しません」の下にですね、えー「若い子たちに言いふらすからな」っていうことが書かれてるんですよね。この全部手書きっていうのもなんかすごい驚々しさを感じますよね。やっぱりワープロかなんかでねきちんと聖書したものだとそう驚,驚しくないんですけど、えー、この「全部、ね、手書き」というこの手書きの。 やっぱり訴える力というのはやっぱアナログって強いですね力がね。えー、まあそれはいいんですけどもうんまあ若い子に言いふらすからなということは要するに、えー、軍拡したらもう出産しない方がいいよと戦争が起こるから出産するべきじゃないよって言いふらすからなということなんでしょうかね。よくその辺のこう脈絡が分からないんですよね。えー、ということでね えまあ多くの人がこの高齢者が出産しませんって言ったって説得力ねえよというようなそういったあの反応が多かったんですけど僕はですねむしろそこではなくてあの軍拡するなら出産しませんというのは全くね現実に反していると僕は思っているんですね。なぜかというとねこれはなぜ軍拡をしなきゃいけないかというと日本はですねはっきり言って軍拡に まあ、追い込まれてる状態なわけですよ日本はもう一度言いますと日本はね軍拡に、まあ、追い込まれてる状態と言っても過言ではないんですね、えー、なぜかというと今中国はですね、えー、どん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 ,どん、まあ、軍事拡張してますよねまあ,あ皆さんご存知かどうか知りませんけどこの30年間で中国はですね軍事費を軍事予算をですね えー、なんと、三十九倍まで増やしてるんですよ。三十九倍ですよ。考えられますか。えー、日本はその間、ずっと GDP の一パーセントを維持してきましたよ。だから、毎年、毎年、もうその地域のですね。軍事バランスがどん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 悪化してるという、まあ、状態なわけですよね。えー、そして、あのーまあ、様々な国にちょっかいを出している。中国はね、えー、日本だって、えー、尖閣。 沖にですね毎日のように軍艦が、ねまあ、現れてね、えー、まあ海警の船だと言いますけれども、ねまあ、実質これ人民解放軍の一組織ですから、まあ、軍艦と言っても過言ではないでしょうね軍艦が入ってきているそして日本の漁船を取り締まっているという状態ですねこれも半ばもう中国は実効支配している状態だと言ってももう言われてもですね えー、反論でできなないよようなレベルですよこんだけ毎日のように入ってきて日本の船を、ねえーまあ、チェックしてね取り締まってるという状態ですかパトロールしてるんだって言ってますからね実際そういうことをやってるわけじゃないですか、まああの。海上保安庁の人たちが一生懸命頑張ってね、えー、なんとかその中国人民によるその 軍でもいいんですがそういう人たちの上陸は、ね、防いでいるという状態ですけれどもまあ半ば実効支配されている状態ですよね、すでにね。で、えーまあ、30年間で39倍も軍事力を増やし、ね、軍事予算を増やしてそして、えー、今や日本のですね、えー、防衛予算の6倍になろうとしてるんですね、まあ、日本は5兆円ぐらいですから、まあ、30兆円レベルと。 それぐらいのです、ね、軍事費をかけてです、ねえー、国防をしているというか国防に必要かな中国に攻めたいという国あるでしょうか、ね、あんな国に攻め入って何とかしたいという国あると思いますだから僕は中国の,この軍事費の拡張というのはあくまでも、えー、外に対して、ね、対外的に対、まあ、内的もあるでしょうけど対外的な進出そういう目的派遣の奪取そういう目的じゃないと考えられないと思うんですね。 で、えー、僕はですね、まあ、先ほど高齢者があ出産しませんと言っても説得力ないよっていうね一般的な揶揄とは別にですねこういうふうにツイートしてるんですね。軍拡するなら出産しません現実認識の恐ろしいまでの欠落軍備をおろそかにして某国に占領支配されたら日本人女性はウイグル同様不妊手術を強制される可能性があるのにということね。 こういうい視点からちょっと僕は批判してるんですよね。えー、中国が30年間で39倍に、まあ、軍事予算を拡大して、えー、海外に対して脅威を与えていると、まあ、その中に与えられている国の一つに日本もあるわけですねで、えー、実際に尖閣沖にはどんどん毎日のように入ってきていると、えー、半ば実効支配を確立しつつあるということですね。 えー、そして、えー、沖縄も,もし尖閣だけじゃなくて沖縄もですね、えー、中国のものだという主張をどんどん今、展開しています、まあ、こういう中にあってですね日本を守らなきゃいけないんですよだけど、その中国の軍事予算は日本のもう6倍です、えー、日米同盟があってもですねアメリカは日本だけについているわけじゃないので世界全体を見渡しているわけでこの極東地域における軍事バランスはもう崩れつつあるんですよ。 アメリカ頼みではもうやっていけない状態になっているんですね中国がどんどん,どんどん軍事費を上げているからねですからやっぱり日本も大分の負担をしながらこの地域の、ね、安全を確保していかなきゃ日本だけじゃなくて東アジアの、ね、安全を平和と安全をです、ねえーまあ、守っていかなきゃいけないということで、えー、軍事予算を増やしているということですよね。でこれはです、ね、要するに 日本を守るためですよ最大の目的は、えー、日本を守らなければ中国の人民解放軍が入ってきて一番に、ね、困るのは日本の女性なんですよね。えー、やっぱりあのウイグルで起こっているようにいやあの、ね、ウイグル人の地はもういらないと、えー、どん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 漢、えー、民族と一体化させる、ね、根血にするあるいはウイグル人が繁栄することは困るので。 えー、ウイグル人同士の婚姻というのは認めないというか、まああのまあ、婚姻を認めたとしてもですねあの妊娠は認めないみたいなね、えー、そういったことが起こるのでこれはね日本人に対しても起こらなないいいという保証は全くないわけですよ、ね、つまりここでしっかり軍事予算をつけておかなければ、ね、そして軍事力を高めておかなければ日本の女性が出産できる環境がそれ自体が失われるわけですよ。ね だから軍拡するなら出産しませんというのは逆で軍縮するなら出産できませんというのが一番正しい見方じゃないですかね。全くこうのは共産党の C さんなんかもね、よくね、日本が軍事的に中国を刺激したらね中国がさらにそれに対して対抗して軍拡競争が起こるとかね。それが最も危ないんだと言ってますけど、逆ですよね。もうすでに、 日本の6倍まで軍事力を高められているんですよ、そして日本の30万人以上の都市についてはねもう何百発、まあ、ひょっとしたら何千発の単位のミサイルがもう向けられていると言われているんですよね、そんな中で日本という国を守っていく、そして日本の国民を守っていく、特にですね日本の女性を守っていく、そのためにはですねやっぱり軍事予算の拡充というのが必要なわけですよね。えー、だから まあ軍拡するなら出産しませんというのは全くこの道理に合ってない現実認識が間違ってるんですよね、まあ、出産しませんというと国はね、えー、今少子化問題大変です日本は、まああのー、最大の危機は少子化問題少子高齢化ですみたいなねということで今一生懸命何かいろいろ考えてるじゃないですかもう遅いけどね、あのー、一番政府が困るのは何かというと子供を産みません若い子に言いふらすからなと言ってますから言いふらされたら困るだろうみたいなね えー、そういう感覚なんですけど、えー、この軍拡するなら出産しませんという考え方そのものがロジックから考えて、えー、非論理的なことなんですね、えー、その点に関してね、まあ、あの共産党だけじゃなくてこの日教僧だけじゃなくてですね左派の人たちはもう少しね厳しく現実を見つめ直してですね正しい認識を持って我々の、ね、国をあるいは我々の国民をです、ね、守るという。 ね、そういう強い現実的な視点をね、しっかりと確立していただきたいと思いますあなたはどうお考えでしょうかではまたグッドラック目覚めよ日本人今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします